サハリン航空塗装の DHC-8-300、サハリン航空はかつて存在したロシア連邦の国際航空会社である。2013年9月、同じアイロフロート参加、ウラジオストク航空と統合司会者名をオーロラに変更されることが発表され、同年11月に実施された。1992年にサハリン州が出資して設立された。 1994年にアエロフロートに運行を委託する形で初の国際路線となる函館線を開設。1999年に自社機材による運行を開始。2001年には念願の札幌線を開設した。日本路線には当初は36人の理想発ターボプロップ機であるアントノフアン -24 を使用し、 その後は同じく総発ターボプロップの DHC-8 から100、または、ボーイング社のジェット機である737から200を使用している。同社の DHC-8 は、日本の国際路線に就航する唯一のプロペラ機で、ある。アン -24 型機については、TCS 等の装備を義務付けた2007年1月1日施行の、 改正航空法施行規則に基づく安全基準を満たせないために、函館線から撤退。現在はボーイング737から200にて運航されている。新千歳空港からユジノサハリンスク空港まで1時間ないしは1時間30分で結び、機内ではサンドイッチと飲料が供される。国内線の継ぎで、ウラジオストクやサハリン北部の中心都市を派に行ける。 札幌線のみならず、サハリンプロジェクト関連の利用も多い。サトクラブという独自のマイレージを持っている。1フライトごとに一定のポイントが貯まる仕組みとなっており、例えば6500ポイントで新千歳ユジノサハリンスクを往復することができる。2010年12月現在、サハリン航空の機材は以下の航空機で構成される。ありがとうございます。